森さんっってずっと本ですよねねそうだ、ね、お酒って次々新しいの出るから迷っちゃいませんまあうまいもんだけが残るんだろうね今日もあなたの一番うまいになる「本麒麟」うまい,ね、いやもう本当にどうやって作ったんだろうって砂なんか率直にこう思いましたね。なんか 家でのこの食事にこの「本麒麟」を合わせるとよりこう食卓がなんか豊かになるしなんかやっぱり笑顔が増えますね、はい、冷蔵庫には常にこう入っておいてこうつまみもこうささっとこう作ってなんだろうなんてことない日なんですけどこう自分に乾杯したいなっていうなんか特別な日も。 なんてことない日もっていう感じの本キリですねえでもやっぱり私お肉が好きだからすなぎも <laughs> ちょっとなんか渋なんかすごいすなぎもですかねすなぎもをスーパーで買ってきて焼いたりとかまあそんな感じですかねちょっと渋すぎます大丈夫ですか 嬉しいと思った出来事はやっぱり息子のこう成長だったりいろいろ学校での出来事をお友達とこうしたんだっていうことを聞くことがすごく嬉しいなと思うのとやっぱり息子がね早くこうお酒が飲めるようになってなんかこの「本麒麟」でね乾杯できる日が来るといいなと思いますね。 今日も朝ここに仕事に来る時に息子が起きてきてそれでいつもはもうすぐゲームだったりテレビ見るんですけど玄関まで今日は来てくれたんですよそれで僕が鍵閉めとくから「いってらっしゃい」って言ってなんかすごいいつもとちょっと違ったのでなんか成長したなって鍵閉めとくから早く行ってきなみたいな感じで。 なんかほっこりしましたね <laughs> 私結構お餅が好きで <laughs> 何にでもお餅をお料理なんか入れちゃったりとかするんですよねだからなんかこう本キリと磯辺焼きみたいななんかちょっと焼いてお醤油つけてあの海苔で巻いて食べるっていうちょっとね結構なお腹いっぱいになるんですけどとにかくお餅が好きで はい、甘くもなるしこうしょっぱくもなるのですごくやっぱ本気に合いますタモリさんはあのすごく緊張しましたねだけど私があの前回共演させていただいた時にのことを覚えてくださってて。 でも十数年前のことなんですけどその時こういうふうな話したよねってことまでタモリさんが覚えて下さってて私はそれにすごく感動してえ本当に真摯な言い方だなと思って私結構人見知りでこう,うまく喋れない時があるんですけど今日はすごく話が弾んで。 やっぱタモリさんってすごい人なんだって改めて思ったのとやっぱりこのタモリさんがこの「本麒麟」を飲む様子を見てやっぱり本麒麟がよりおいしく感じるし美しく見えるのでやっぱすごいいなと思いましたね夏が暑かったのでやっぱり冬はこうあったかい鍋とか家族で囲んだり。 してその本当にやっとなんか私冬が好き寒い時が好きなので嬉しいですねそのやっぱり楽しみあ他にもやっぱイベントごとがたくさんあるのでいろんな人に会えるっていうのもすごく楽しみの一つです。あと本気をこう差し入れに こう人のおう家に遊びに行く機会も増えるから持って行って乾杯したりとかなんかすごくこれから楽しみだなと思います。